ートです。鹿児島県の南大隅町に社会にうまく適応できない知的障害者を受け入れ、仕事や住まいなどを支援する福祉施設があります。こちらでは罪を犯した障害者を各地から積極的に受け入れています。再犯を防ぎ、更生の手助けをする取り組みになりました。知的障害者や精神障害者に仕事や住まいを提供する福祉施設です。仕事は主に農作業です。体力がある人、手先の器用な人、それぞれの長所を生かすことでお茶や野菜など21品目を生産しています。加工や販売も行い、去年は2億円を売り上げました。この施設には大きな特徴があります。100人いる障害者のうち30人は罪を犯したか、その恐れのあるとされた人々なのです。刑務所を出ても仕事がなく、お金に困って再犯に至る障害者は少なくありません。施設ではそんな人々を8年前から積極的に受け入れ、再犯を防いできました。最高の人です。最高の人ですね。本当にこちらが働く場所と住まいを提供していけば、このような成功事例はかなり期待できる。安藤秀和さんです。軽度の知的障害があり、軽犯罪を繰り返してきました。頼る人がおらず、8年前からこの施設で暮らしています。両親は生後間もない時に他界、幼い頃からいじめを受け、強い孤独感を持つようになりました。仕事もうまくいかず、職を転々、知人の誘いを断れず、窃盗などの罪で3度服役しました。誰も相談する人いないし、自分で抱えちゃって、もうどうでもいいっていう感じでやった。再犯を防ぐために施設が大事にしていることがあります。職員も同じ作業を一緒に行うことです。安藤さんの担当の大久保洋平さんです。共に汗を流し、信頼を深めることで再犯につながる孤独感をなくしたいと考えています。安藤さんはこの8年で大久保さんに本音で相談ができるようになりました。しかし、自立して施設の外で暮らすにはまだ課題があるといいます。困った時に自ら福祉サービスなどに連絡して支援を受ける力が足りないというのです。ある日、大久保さんが語りかけました。今まではそうやってさ、一人だってなったら悪い仲間のところに行って一緒に酒屋に入ったり自販機やらしたり、はい、思い出したくない過去もあるだろうけど、次はそういうわけにいかない。どっかでくじけそうな時はどこに相談すればいいとか、そういうこともちゃんと知っとかっていうか、はい、今すでに安藤さんの周りにはもう一人、二人、三人って支えてくれる人がいるわけじゃん、はい、そういう人たちをうまく使ってね、うん、厳しくも温かく課題をぶつけます。後日、施設の厨房に生き生きと働く安藤さんの姿が。調理の仕事を手伝ううちに調理師になるという目標ができたのです。お子さんとか家庭の会でこんな感じになっちゃったんで、これがなかったらもうずっと変わらなかったと思う。共に汗を流して生まれた信頼関係が、罪を犯した障害者に更生のチャンスを生んでいます。やはり誰かに支えられている、心の底から信頼できる人を裏切りたくない、その人と一緒に生きているという感じは本当に大きな力に誰しもなりますよね。この施設では法務省と連携を取りながら、今後も罪を犯した障害者の受け入れを進めていきたいということです。